れたらいいですかと。これなかなかやっぱりどれだけ入れてもいいって僕言っちゃいましたから、非常に難しいんですけど、大体まあ、たくさん土がいい人悪い人とおるんで、毎年入れてる方だとお客さんだと、2リューベとかですね、いったんで、それぐらい入れてましたね。でもまあ、マルチにするとかですね、どういうふうに使う、マルチ代わりで畝だけ使うと、あと全量入れてすき込むとか、やっぱり量が違ってくるんで、はい、まあ、ただ、あまり、その高いものじゃないんで、たくさん入れるはいいんですけど、ただ、巻く手間がやっぱり大変なんで、家庭さんでやればその辺はまだ割とできますんで、あとまあ、本当に粘土層の方は特別にいいんで、粘土と粘土の間に入ってくれるんで、すごい水だけ、一部だけでも実験してもらうとですね、これ一番分かりやすく、はっきり出ますので、はい、まあ、実験の時はちょっと多めに入れた方が、本当に、分かりやすいかなと思いますね。まあ袋物で入れる人だと40リッターで50入れるって言ったんですね。結構な量入れてますけど、まあ、実験的にはいいかなと。まあ、どんどんやっぱり、まあ、減らすこともできますし、まあ、土ができてくること自然と柔らかくなってきますから、まあ、栄養がないんでたくさん入れるっていうのもありますし、はい、まあ、栄養の多いバークは逆に注意しないといけない。これまた不思議なものですね。肥料の上げすぎっていうのは良くない、虫を呼んでしまいますし、はい、まあ、肥料をたくさん上げてないと野菜はたくさん取れないんですよね。だけど消毒をやらないといけなくなりますね。これやっぱりこの難しいところなんですけど、まあ、ただ、まあ、バークは水はけ、肥料だけじゃなくてですね、水はけが良くなると、まあ、いろんな、ね、マルチ代わりにもなると、去年実験、栽培体験なので今年も、バークを引いてやってもらってるんで、また結果を見てもらうと、分かりやすいと思います。ただ、やった方にしか分からないんですけど、かなり重労働なんで、それがちょっと大変かなと。僕も経験してますけど、牛の牧草を、ね、使うフォークをですね、持ち出して、もうそれだけにバークを入れるためだけに、それを買ってきてですね、毎年毎年会長の指示で僕らもやってましたけど、なんせ本当に、まあ、大変でした。まあ、ただまあその分やっぱり帰ってくるなっていう印象は、思いましたね。だけどまあ来年また大変ですけど、まあ、自由さに文句言われながら、それはやっていこうかなと、いうところは思っ